ラップランドのサーミ人の伝統的な衣装をまとい、後に自身の紋章に組み込まれたリンネ層を持つリンネ。ヨーロッパのスカンディナビア地域を描いたヨハン・ホーマンによる1715年頃の地図、ラップランドは上部中ほどの淡い黄色の部分である。リンネのラップランド探検の経由地、カールフォン・リンネが1732年に行ったスウェーデン最北部ラップランド探検は、 リンネの科学に関する経歴で重要な位置を占めるものである。リンネはウプサラを出発し、6ヶ月をかけてボスニア湾沿岸部を時計回りに旅し、その旅程で梅を、ルレオ、トルニオから主な内陸への探検を行った。その観察は命名法や分類学に関するリンネの考えが初めて実用的な方法で用いられた著書、ラップランド植物種の基礎になった。 リンネは探検日誌を記しており、これはリンネの没後に英訳されて、1811年にラップランド地方への旅として初めて出版された。1732年4月、リンネは旅行に対して、ウプサラのスウェーデン王立科学協会から奨励金を授与された。ウプサラ大学でリンネの指導教授の一人であったオロフルドベックは、1695年に、 ラップランド地方への探検を行ったが、探検の詳細な結果は、7年後の火災で失われた。リンネの希望は、新しい植物や動物、あるいは価値ある鉱物を発見することにあった。スカンディナビアの広範囲のツンドラで、トナカイを放牧して生活する漂白の民である、先住のサーミ人の習慣にも好奇心を持っていた。リンネは5月に、ウプサラから探検を開始し、日記や、 植物学の写本と鳥類学の原稿、植物標本大使の束を運びながら、ドホと馬で旅した。エブれとして知られる彼のお気に入りの花の群生を、発見した場所の近くを経由して、梅尾に着くのに十一日かかった。時に花や岩を調べるために、馬から降り、特に、仙類や地類に関心を持った。梅尾から林根は、道中の水鳥を調べながら、 それまで旅行したよりも、さらに内陸の町、リクセレに向かった。5日後に、リクセレに到着し、牧師補夫祭の下に滞在した。5月末に、ソルセレを目指しリクセレを経ったが、非常に困難な条件のために、リクミランと呼ばれる場所で引き返さなければならなかった。リクセレで数日を過ごしサーミ人の習慣をさらに、学んだ後、6月上旬に、梅尾に戻った。 ウメオに戻った後、ボスニア湾沿岸沿いに、さらに北上し、セレフテオと、旧、ピーテオを経て、道中の旧、ルレオで、サーミ人の女性の帽子を手に入れた。ルレオからルレ側に沿って、再度内陸部へ向かい、北極線に位置するヨックモック、首極を通って、スカンディナビア山脈に入り、ノルウェーとの国境を越えて、ショルフォルに至り、デルシュタット近郊へ旅した。その後、 ドレオに向かってきた道を約3 0 0キロメートル戻る旅をした。リンネはさらに沿岸沿いに旅を続け、トルニオに至った。トルニオはトルネ川沿いにビタンギに至る3回目の内陸探検の起点となった。一時トルニオ地区で時を過ごし、チョリスでは資金について指導を受けた。9月中旬に旅に戻り、ケミを通ってフィンランドの海岸線をトゥルクまで旅した。 カイロ・オーランド諸島を経て、グリスレハムに到着し、陸路でウプサラに帰還した。多くの植物や鳥、岩を収集し観察しながら10月10日に6ヶ月に、およぶ2 0 0 0トルを超える探検から戻った。ラップランドは、生物多様性が限定的な地域であったが、リンネは未知の植物100種類を描いた。発見の詳細は、著書、ラップランド植物種の基礎となった。 リンネの旅の報告書、ターラ・ポーニカムは、ジェームズ・エドワード・スミスにより、英語に翻訳され、ラップランド地方への旅として1811年に出版された。リンネによるイラストアンドロメダーとリンネが名付けた、姫尺投げ船を運ぶ、サーミ人衣装と対抗すべて見るには、ファイル、カールリンネウスドレスドアズエラップランダー。jpg を参照。 サーミ人のシャーマニズムについてはブラントがリンネのラップランド探検から二つの逸話を取り上げている。リンネは野生動物の非常に正確な描写をサーミ人に示し、それを見た者は見た者に怯え、帽子を脱ぎ、腰をかがめ、尊敬を表すかのように頭を下げて手を胸に当て、一人つぶやきながら気を失うかのように震えた。これは、 輪廻の描写が、サーミ人の太鼓と同様に魔術的なものであるかのように感じ、輪廻を魔法使いであると考えたことによるものである。また別の場において輪廻は、魔力のある太鼓や、偶像のような宗教上の対象物を宣教師に引き渡すことを拒否するなら、上着を剥ぎ取られ、押さえつけられて、腕の大動脈を裂かれ、従うと約束するまで出血したままにされると告げた。 リンデによれば、この手口はたびたび成功したという。1809年にラップランドは、スウェーデンと新たに建国されたフィンランド対抗国の間で、分割された。ノルウェーからロシアに広がるサーミ人が、伝統的に暮らす地域は、ラップランドを参照。カール・フォンリンへ、ラップランディシャラ・アイゼウント・アンデレス・リフトン、オリジナルの2012年10月10日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 2 0 1 0 0 1 4 0 5 0 h t t p t p c u b a u v a n l c g i t t e x t t e x t i d x t v s 指導 ="1c42432206」 アブット 22F540D428509C04929RGN イコールメイン、井戸のイコール M2901A06、ビューイコールテキスト参考、リンネの工程を示す地図。2016年3月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月13日閲覧。ありがとうございます。